空母化改修工事中の護衛艦加賀だけど、その艦首がやっと四角へ改修されたという情報が入ってきたよ。艦載機となる F-35B 戦闘機も2024年には日本へ納入される予定になっているね。この F-35B については、2023年度予算に8機分の購入金額が組まれていたな。さて今回は、この四角へ変化した艦首について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。コロナに明け、ロシアのウクライナ侵攻に世界が揺れた2022年も残りあとわずかになったよね。しかし日本の広大な領海を防衛している海上自衛隊には年末も正月も関係ないんだ。現在、所有している艦艇の中で最大サイズの出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化する改修工事が継続されているよ。出雲型護衛艦は2012年から2017年の6年かけて1番艦出雲と2番艦加賀が、神奈川県のジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所磯子工場で建造され、この2隻は海上自衛隊内では艦式号 DDH と呼ばれているんだって。この2隻の出雲型護衛艦の前級は同じ DDH で海自初の全通式飛行艦パントクを備えた日向型護衛艦で、日向型の建造と運用ノウハウを活用して生産されたのが出雲型となっていて、前級より、回転翼機の搭載能力を高めているみたい。日本の海上自衛隊では、出雲型護衛艦は前述した通り DDH に分類されるヘリコプター搭載護衛艦と位置づけられてきたけど、世界の基準に照らし合わせるとイギリスの著名なジェーン連艦などでもヘリ空母に分類されているよ。そのため出雲型護衛艦は他国の海軍の基準では回転翼機を搭載する軽空母という扱いなんだけど、日本はそうはいかず、政治的に航空母艦保有を公に述べることが難しかったから、収益した時から極力そういった見方をされることは避けていたという感じを受けたものだね。国会が代表する政治の場でも、出雲型護衛艦に全通式飛行艦パンを採用した外観のせいで、当時の反対派から海上自衛隊は航空母艦を建造、保有しているという批判が上がり、苦しい答弁を続けていたという記憶をしている方も多いだろうな。この時点では出雲型護衛艦が航空母艦に実際に改修されるとは、個人的には想像もしていなかったぜ。しかし、中国による南西諸島方面への圧力が増大したこと、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の実用化が後押ししたようとも思われるな。でも、例えば韓国海軍の独特急強襲揚陸艦には F-35 ライトニング 2B 型が実用化されているけど、肝心の対応可能なエレベーターが装備されていない艦艇なんだ。一方、出雲型護衛艦は F-35 の運用に適応したエレベーターをもともと備えていて、これはいずれ本当に F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するかどうかは別としても、そういった事態が到来することに備えてエレベーター規格そのものを対応可能なものに設計していた先見性の高さが功を奏したと言えるね。出雲型護衛艦が持っているそうした艦艇としての基礎や、中国の脅威増大という外的要因、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型という短距離離陸垂直離着陸が可能な、戦闘機の実用化などの事情が重なったことが現在につながっているということだろうな。こんな出雲型護衛艦の2番艦が加賀で、ネームシップにして1番艦の出雲と同じく5年おきに行う予定の大規模点検のタイミングに合わせて、大きく2度に分けた航空母艦化改修が進められているよ。加賀はちょうど今年、1回目の大規模点検の時期に当たっているから、広島県呉市にあるジャパンマリンユナイテッドのドックで改修工事が行われているんだ。1番艦で先輩格の出雲とは違ったアプローチで行われているみたい。出雲の1回目の改修工事の内容だけど、全通式飛行甲板に耐熱加工が施され、これは艦載機である F-35 ライトニング 2B 型戦闘機のエンジンから高温の排気熱が吹き出されるから、それへの対応だね。同時にどんな悪天候であっても着艦を誘導できるシステム等の導入も実施されているんだって。では加賀というと、上空から見た場合に艦首部分の飛行甲板がはっきりわかる台形状と認識できたけど、
この形をアメリカの強襲揚陸艦に見られるような四角形に変更する工事が行われていて、この変更理由だけど、加賀の全通式飛行甲板の運用効率をさらに向上させるためと推測されているよ。発着艦に使用できる飛行甲板の面積を増やすと同時に、それらに干渉しない部分液体が露天駐機できるようにしたということだね。ちなみに加賀など同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているのが、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦で、この艦首部分にはスキージャンプ方式を採用しているから、戦闘機の発艦だけを考えれば、上艦の方が運用効率は高いようだな。というのは、スキージャンプ方式を採用すると艦載機 F-35 ライトニング 2B 型は、それ以外の艦艇より大量の燃料や兵装を搭載した状態で発艦できるといい。だから戦闘機としての作戦行動の自由度が増えることになるぜ。加賀など、出雲型護衛艦においては F-35 ライトニング 2B 型の運用効率を重視して、スキージャンプの増設も検討されたとされているが、出雲艦は艦首部下部に重量のあるソナーを搭載していることもあって、見送られたと考えられるな。防衛予算から出雲型護衛艦の航空母艦化改修工事を考えてみると、2022年度分は出雲用の着艦用誘導装置の取得経費が約36億円、加賀の航空管制設備増強に約13億円、アメリカ軍の技術支援分として約12億円を費したということだよ。アメリカ軍の技術支援の内容だけど、日本は F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を未だに保有、運用できておらず、なので1回目の工事を終えた出雲はアメリカ海兵隊岩国基地所属の同機が初着艦テストを実施しているんだ。このような F-35 ライトニング 2B 型の実機を使用した各種テストや、艦内格納庫をはじめとする準備費用として、アメリカ軍のリソースを活用する経費、いわばコンサルティング的経費がこれに充当されていると推察されるね。来年度2023年度防衛予算の内訳だけど、出雲型護衛艦航空母艦化改修に、出雲と加賀の2隻で総額約52億円を投じることが確定していて、つまり、夏の概算請求にさらに上乗せされているってわけ。出雲型護衛艦の基本スペックを紹介すると、基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルで、F-35 ライトニング 2B 型を艦載する場合はマックス約10機が艦内に収容可能と見られていて、F-35 ライトニング 2B 型10機という艦載機数を考えると、航空母艦という言葉からイメージされる航空戦力としては決して大きいとは言えないと感じられるけど、個人的には次の艦艇建造への布石ではないかと思われるね。尖閣諸島を含む南西諸島防衛のためには、今後ますます島嶼防衛用装備の重要性が増加すると思われ、ということは、出雲型護衛艦で F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の運用実績を積み重ねて上で、以後の艦艇建造に反映させる方針ではないかと考えられるぜ。その際、航空戦力としての収容力増加が必須と判断された場合には、持久艦艇建造にも影響するだろうね。例えば満載排水量3000トンクラスの強襲揚陸艦タイプを建造する計画を立てる可能性もあるだろうし、現在より強く水陸両用作戦を念頭に置いたものを購入することになるのかもしれないもん。どちらにしても現状では南西諸島方面で自衛隊が使用できる滑走路は、沖縄本島のみしか存在しておらず、ということを考えると、出雲型護衛艦は一朝有事の際、貴重な航空戦力の投射母体となり、臨時の移動滑走路としての役割も担うものになると考えられるぜ。70年前の話だが、香川太平洋戦争中も大日本帝国海軍の航空母艦加賀として存在していたな。香川基準排水量38,200トン、満載排水量42,541トン、全長 248.6メートル、全幅 32.5メートルという大型艦だったもんね。ただし、注意書きがあり、この加賀がこれまでの排水量を誇ったのは航空母艦ではなかったからで、もともとは加賀型戦艦として建造が予定されていたんだけど、
1921年大正10年採択されたワシントン海軍軍縮条約によって、設計を変更したせいで、それが現在空母に生まれ変わるというのは、歴史の流れを感じるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。